我が妻ジュスタよ、ついに魔界に現れたか。わしはこよりわしを取り戻す。負ければ永遠の深い闇に落ちるであろう。ジュスタよ、まずはこの者に力を与え、我に力を貸せ。その者は里見八犬士の一人。どうも。安成を救うためにアイス異光祭のもとに向かおうとしておるのだろう。なぜそれを。お前がアイス異光祭のもとにたどり着くためには一つ越さねばならぬ壁がある。鶴姫、サスケを倒せるかな。サスケ、その者、怒りのために闇に染まっておる。鶴姫、お前の光でサスケを照らしてやることができる。
しまくれ。